日本九州地方熊本県熊本市北区北区は熊本市を構成する5区の行政区の一つである。熊本市の行政区で面積が最も広い。以前の植木町役場が熊本市との合併後に植木総合支所となり、現在は北区役所として使用されている。旧植木町の区域は合併とクレーであったが、2015年3月22日をもって終了した。 熊本市の北部に位置し、以前の町村では、清水村、竜田村、北部町、植木町の4町村にあたる。西区、中央区、東区のほか、玉東町、山賀市、菊池市、甲市市、菊陽町と隣接する。坪井川、伊勢里川の上流域にあたるほか、東区との境界は、白川となっている。区の南部、中央区との区界付近には、竜田山がある。 果物の生産も盛んで特に植木水カメロンが有名。歌唱は A 区で2010年9月に実施された区名案の募集では多いものから順に北区、上北区、武蔵区、熊北区、熊本北,北区、植木区、緑区、日後北区、北部区、北白区という結果であった。熊本市の行政区画審議会がこれをもとに北区、上北区、 日後北区、武蔵区、緑区を候補として選定。2010年12月に改めてこのご案による移行調査を行ったところ北区が第1位で55.5%を占め、審議会での議論の上2011年1月に区名を北区として市長に答申した。翌月に熊本市の方針としてこれに決定され、2011年12月に 熊本市議会において市場例として正式決定された。過去には国鉄駅駅、平島駅、山賀駅を結ぶ熊本鉄道が走っていた。私立大学公立高校。ありがとうございます。